スクープ TV の寺井拓です。始まりました、寺井拓の特濃生絞り、本日で最終回ですね。まあ大人気すぎて最終回となりました、というわけで今回、最終回なんですけども、まあこの番組ですね、寺井拓が、まあ、トーク番組的なやつなんですけども、ゲストを交えてね、女性ゲストを交えて、まあ、特別に濃厚ななんかトークを絞り出してやろうかといった番組なんですけども、今回で最終回です。で、最終回なんですけども、女性ゲストの方がね来てます。ついにあの方が来たかと。もうこのニコ7でね、寺井拓特濃生絞りやってきましたけども、まあちょいちょい名前が出てきてね、なんか気まずい感じになってきましたね、あの方がついにやってきました。皆さん誰か分かりますか？書いてるんかな、なんかタグで書いてる。あ、すごい、いろはって流れてる。はい、というわけで本日のゲストはこの方です。どうぞ。おはようございます。スクープ TV のいろはでございます。まあ、今回ね最終回ということで、そういう大事な回にね、私なんかでいいんかと思っておりますが、ふさわしい。いや、そんなことない、まあ、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、まあ、プロの方なんで。いやいや、とんでもない。おしゃべりのプロの方なんで、非常に今日は安心した回になるんじゃない。全然熱くないんやけど、また弱チャンスね。ないな。あるあった、あった、よかった。はい、初当たりですね、今日の初当たりです。え、いや、入ってるやろ、プリミア、入ってるよな、プリミアパターンで。あ、やっぱり、あ、よかった。セーターゼロの方が良かったのよね。確かに。324ゲーム投資8000で初当たりです。あ、またや、あるんちゃうん、ゼロ。え、嘘、ほんまや。え、ほら、ほら、あるで。え、北斗トライちゃん、ほら。え、え、マジ、え、嘘、あるやん。え、ほんま、え、これ、ジュンちゃんで当たってへんのちゃん。え、ジャクチャンスメ、ジャクチャンスメで当たったんかな。え、中段チェリーは、え、中段チェリーの後にジャクチャンスメ引いた。そう、あ、じゃあジャクチャンスメや。なんや、喜びそんやん、マジで。まあ、ジャクチャンスメで当たったことはいいことよね。あの、ジャクチャンスメで当たったってことは、お伝えしていいんじゃないか的なやつですよね。そうやね。降格中のジャクチャンスメかな、じゃあ。うん、多分そうやと思います。はい、あたりです。332ゲーム、あ、333ゲーム、ドロメ、よし。もうちょっと喜んでしまった。いや、俺も、あ、いったー思って、びっくりしたわ。残念やけど、まあ、設定カンパ的にはいい要素やね。そうね、青あ、どこに向かったらいいの。ここちゃいます。あ、ここやってね。出ました。やった。うわ、シャッフルラオ。でもセリフはあるよ、ね、あ、お前はケンシロウも喋って。おい、わざわざ、よし、100枚以上高勝負で頼ます。ほら、視聴者ついてる、大丈夫です。はい、よかった。寺井さん激闘やから、もう単発とかじゃないよね。あ、もう俺は大丈夫だと思う、さすがにね。ウェイ、あー、百裂拳。超えろ、お、超えた、もっともっともっと、はい、130枚。まあまあ、ぼちぼち、まんまいやね。まんまいやわ。全然足りひんけど、まんまい、いきます。さあ、背中もあるぞ。え、うわ、10ポイント一気に減算。もう珍しい。もうめっちゃ珍しい。珍しい。勝たんと、うわ、頑張って、どないしよう、頑張って。10連、10、まあ、うわ、どうしよう。そこは大丈夫やと思うけど、私はパネル下が消灯した。あれ、あれ、何これ、パネル下消灯したのに何もない。いや、パネル消灯したら何かしら確定ある。
ジャクチャンスメ嘘えあバトル行くんじゃん。ジャクチャンスメじゃないですか。うん、多分ジャクチャンスメだよね。ああ、よかった。ああ、サウザあれうわあれどうしようやで。ああ、私もバトル負けちゃった。やべ。おい、ラオ応援すんな。ラオ応援すんな。クライ応援して。おーら、よし、お、よし、しかもユリアやし、100万以上、すごい。ゴージャファ。ああ。え、でもすごい。最初の次参加。おし、120万以上。140万以上。お。よし、140万。うまい。さすが。はい、140枚、万枚や。合わせ万枚やな。合わせ万枚や。うん、頑張ろう、頑張ろう。可愛くはない。あ、右ドライの女の子可愛いんですよ。まあ、右ドライの女の子は可愛いってコメント流れてる。可愛い、確かに。あ？ちょいちょい、ちょいちょい映ってる。あるね、これ。これ行くよ。え？お、お、入った。うまーい。すごいね。まあ、その前に弱チャンス目引いてたから広角に上がってたかもしれんし、それで 25% 取れたんかも。すごい、今日いろはさん上手いな。あー、キリンからです。イエーイ、スペシャルエピソード。いろはさん、すごいよ。サウザみんな聞きますか大変だよな。俺も世代のせいで今月負けすぎ。みんなが俺のせいにして幸せになるのはそれでいいよ。それでちょっとでも心が柔らぐなら負けた気持ちが柔らぐなら。第3ごめん、ダメっぽい。ポイント頑張って減らしたけどダメっぽいよ。弱攻撃、弱攻撃やけどどうかな。いけるでしょう。あ、大丈夫大丈夫。はい、動いてる。シャッ、イエーイ。今日上手。お、クライタクさん、あ、報告ありがとうございます。よいしょ。お、めっちゃ上手や。めちゃめちゃうまい。超チャンスやろこれ。え、これこれこの数撃で減らしてあるんじゃん。まだやった、まだか、まだやった。あとね、あと多分ね、いや、あと2ポイントぐらいだと思う。やんね、うん、うわ、ドキドキするね。こっちにこうやって。はい。というわけで、寺井一択、遠くの生絞り、本日最終回というわけで、スクープ TV のいろはさんを迎えて、楽しく楽しくやっておりました。結果は、まあマイナスですけども、
こんだけ楽しかったら、はい、プラスだぞ、すごい、ね、またもしかまたもしかしたらニコ7に寺一択が現れるかもしれませんので、さらにいろはさんも現れるかもしれませんので、その時は皆様またお会いしましょう。そしてスクープ TV の動画も見てください。というわけでお願いします。さようなら。さようなら。よいしょー。やったねー。